こんにちは。こんにちは。何してるのって。今帰ってきたの。帰省してません。お兄ちゃん帰省してるらしい。変えたんかいねって帽子。いやちょっとさ、ちょっとあのみんなに相談しようと思って配信したんよ。すごいね。じゃめちゃなんかめちゃ迷っとってからさ、ちょっとね、あの今あの帰ってきて、で私の大好きなフルーツサンド買ってきたの。だからさ、それ食べながら帽子決めるっていう配信どう？なんか私最近ずっとにやけとる気がせん。なんか財布見つかってからいい感じだ。やっぱ財布のせいだったのかもしんないわ。財布なくしたからあんなに泣いとったんじゃ。自分わかりやすい。なんか財布見つかったらもう全てがどうでもよくなっちゃって逆にね、全てがどうでもよくなっちゃって、
まだ買ってないのかって。いや、なんかなんかね、なんかね、めっちゃ種類があって、そう、今あの今日発売のね帽子を買おうと思ってるんだけど、めっちゃ種類があって、もう本当に迷ってんの、どれにしようと思って。でさ、もうあまりにももう可愛い、なんか迷いすぎてどれを買えばいいか分かんなくなっちゃって、まあすでに売り切れてるやつもあるんだけど、まあそれは出会いがなかったっていう、なんかそういう運命じゃなかったって、買う運命じゃなかったと思って、あえて買わなかったの。その12時発売だったんだけど、あえて買わなかったの。だからちょっとみんなに相談しようと思って。同じキャップ買う？マジ？嬉しい。恐ろしいよ。こんにちは。今日の配信こそ告知しとけばよかった。いや、私さ、一つ食べちゃったって言ってて一つ食べちゃったんだけどさ、なんかみんなの前で食べた方がさ、みんなに共有したくて2個そのまま。一つね、食べたんよ。今ね、インスタ載せた写真。桃味？なんか今日も結構いっぱいあったんよね。
ルーツ。めっちゃあるの、なんか。見て、めっちゃあるんよ。バナナのやつ美味しい。そう、なんかね、結構さ、やっぱ今日あったのはね、読むね。桃、メロン、いちご、オレンジ、なんかフルーツミックスみたいな、キウイとなんかなんちゃらとなんちゃら入ってるやつと、さつまいもとブルーベリーとこのクッキーバナナとパイナップルがあるので、私いつもねウーバーイーツでこれを食べてたんですよ。だから初めて店舗行って、そうで、なんかこれ一つだいたい500円とか450円とか550円とか600円とかって書いてあるんだけど、多分フルーツの値段に合わせてみたいな。だけどこれなんかお得なのは、どれでも好きなサンドを3つ選んでくださいみたいな、そのなんかスペシャルセットっていうのがあるんだけど、それは1200円で買えるのだからすごい、なんかわかる、600円のやつ2つ買ってもさ、それだけで2つダメ、もう2つで元取れちゃうのに、そう、めっちゃお得なわけよ。だからいつも私はウーバーの時もお母さんに買ってもらう時もこのスペシャルセットを頼むんだけど、なんかだいたいその時はね、なんか決まってんの、なんかなんとなくこう、その時選べないんだけど、その時によってなんか届くやつが違うの。私パイナップルとこのフルーツミックスみたいなとこのクッキークリームみたいなのは食べたことあって、このさつまいもも食べたことあったんよ。でこのね、だから今日いつもと違うやつ食べようかなと思ったんだけど、やっぱこのクッキークリームはねマジで美味しいんよ。このクッキークリームマジで美味しくて、あとねこれはね多分ねマスカルポーネが入っとったんよね。ブルーベリーとマスカルポーネみたいな。前なんかもう一つなんか違うやつ食べた時もマスカルポーネと何かが入っとって、めっちゃ美味しかったの。そうだから、まああとは食べたことないピーチを食べたんだけど、今こんな感じ。どっち食べようか、どっち食べてほしい。どっち食べよう。フルサン、フルサンっていうの？フルーツサンドだよ。フルサンってなんかどっかのスーパーみたい。私フルーツサンドガチで好きだから。ピーチだと思って。果物のピーチです。美味しかったよ。なんかでっかかった、めっちゃでっかい桃がゴロ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 入ってて、ああ太っ腹な、フルさんの店やなと思いましたって思ったよ。え、どっち食べようか。一つは置いとこうと思うんだよね。どうしよう、これバナナ置いとっても持つかな。冷蔵庫入れとった。ブルーベリー食べよっか。
これね、何がいいかって言う、うん、ちょっと食べろよ先。はい、こちら食べます。あれ入ってなかったっけ、マスカルポーネじゃなかったっけ、忘れちゃった。いやマジ食べてみて、そう広島来たら。ちょうどねドンキあるじゃん本通りの近くにね。そこの近く。似合わんかった。さっきのねめっちゃ桃の匂いしたんよね。サンドとカツサンド、わかる。甘いものとしょっぱいものでしょ、交互に食べたくなっちゃうよね。めちゃくちゃわかるわそれ。うわー、なんなんこの幸せなものは。これさ手が汚れないからいい、わかる。いただきます。乾杯。もうこれだけでさご飯いけるねご飯食べるのって感じだけどさ、もうこれを見るだけでご飯進む。進まんけど進む、わかる。気持ち的にはこれとご飯が合うとかじゃなくて。いただきます。これはブルーベリーです。うまい。うん。なんか2種類のブルーベリーって感じ。なんていうの、多分このクリームがこう混ざってるブルーベリーのところはすごいまろやかなブルーベリーの味がするんだけど、その中でさこの、わかる、この濃い何とも交わってないあのブルーベリーのところはちょっと酸味があるから、こう食べて、あブルーベリーだなと思ったらちょっと酸っぱいブルーベリーの味がしたりとかする。美味しいですね。何がいいって言っていい、語っていい。ここの私結構本当にいろんなフルーツサンド好きで食べてるんですけど、食べ歩いてるんですけど、ここのフルーツサンドはこうパンの生地とこうフルーツのこう塩梅っていうか、まあ、絶妙なんよね。こうパンが勝ちすぎてもない、フルーツが勝ちすぎてもない、ほんまちょうどいい感じに口の中でマッチするの。だからこうなんかすごく多分大事なことなんよねフルーツサンドに関しては。なんかそうそうそう、なんかやっぱパンがちょっとでもこう固かったり固めのパンだったら、それこそこうフルーツの邪魔をしてしまうっていうか、ちゃんとほんまにこだわられて作ってるって感じ。うん、そうクリームの柔らかさもすごいよな、ほんまに感動する。で結構どのフルーツサンド食べてもそうなんよ、ここのフルーツサンドは。
なんかほんま全部ちゃんとめちゃくちゃ考えられてる。ただフルーツ挟んどけばみんな好きでしょみたいな感じじゃなくて、ほんまになんかお互いがお互いにこう混じり、なんか、うん、交わってる。あとね、くどくないんよね。なんかそれこそ一個で満足感を得れるフルーツサンドもめちゃくちゃいいと思うんだけど、だいたいなんか私クレープにしても一つ食べた後もうしばらくいらないってなるの割と。でもこれはなんか一つ食べてもうなんか物足りんなじゃなくて、ちゃんと満足はするんだけど、また食べたいってすぐに思うの。すごく魅力的じゃないそれって。すごいなんかこう最初から最後までいい印象で終わるの。だから私はここをリピートしてる何度も。マジで美味しいね。しかもわりかし食べやすいし、なんか何なんだろう。伝わる。マジで美味しいよね。何なんだろう。絶対に潰れないでほしいフルーツサンドだ。なんか長生きしてほしいフルーツサンド屋さんって感じ。あそこの辺でさあさあさあよく私が言ってるところ、なんでこんなに美味しいの、なんなんだ。素晴らしいな。あ、そうそう、新天地公園のところ。いて。あー、素晴らしい。桃がめっちゃ甘い。え、食べたよ桃。
三つあって、桃とブルーベリーとこのクッキーバナナ。あ、でもどれが一番、まあでもどれが一番って言ったら難しいな。でも絶対毎回入ってて嬉しいのはやっぱこれかも一番。あとシャインマスカットもマジで美味しかったんだけど今日はなかった。あとさつまいもも絶対美味しい。で桃は毎回買おうとは思わんけど季節限定だから絶対一回は食べたいと思う。しかもめっちゃ大きかった、美味しかった、甘かった、あ美味しいってなった。うん、あとマスカルポーネが入ってるやつどれだっけ、あれめっちゃ美味しかったんよね。あれもでも多分あれ食べて思ったけどあれマスカルポーネじゃなかった、多分普通のホイップだった。クッキーバナナ美味しかったね。なんか蚊に噛まれた。あら蚊がいるの。兄ちゃん、もうほんと広島来たら食べてください。うん、私がほんまに心の底からわ美味しいってなったフルーツサンドはもう2つしかないから、2カ所しかない。まああそこも美味しいんやけど、立町にあるどこやっけ、あそこフラットじゃないの、どこやったっけ、なんだっけ、ダブルなんちゃらとか違うな、立町のファミマの横にあるところ、ファミマの横の通りにあるところも美味しかった。でマスカルのミックスジュースが美味しかった。まあ、あとは岩国駅のフルーツサンドがマジ美味しい。あー幸せ、今日も幸せでした。あだって今罪悪感ないもん。だいたい私ほんと美味しくても罪悪感になるんだよね。でも罪悪感ないのこれ、なんでかって多分美味しすぎるんだと思う。罪悪感よりももう何百パーセントも多分満足感、食べてよかったっていう幸福感を与えてくれるから食べてよかったなってなります。新さんってどこ、新さんどこだそれ。うわフルーツサンドってもう追加しようかな。フルーツサンド好きな食べ物、フルーツサンド追加しようかな。餃子な餃子、あれ何にしたっけ私、焼き鳥、あれ違うな、あれ今年なんて書いてたっけプロフィールに、餃子書いてる、ね、行ってみて、みんな食べたら教えて。姉ちゃん描かないで、姉ちゃんの爪ダメ、よく見ると、お嬉しいね本当に。佐賀行けないよ、佐賀まで佐賀行ったことないわ。はい、じゃあ今から帽子決める配信ね。ね。
子をでもやばい人じゃん、やばい人だ、喋りたいことありすぎる。博多駅もあんの。私今から帽子買うんだけどさ、もうすんごい悩んでんの。なんかカラバリも全部入れたら20種類ぐらいあるらしくて、普通に私の好きな方の好きな方と「ニューエラ」のコラボなんだけど、昨日インスタライブで、まあ、実際に明日販売ですよっていう前の配信してたの。めっちゃ可愛くて、やっぱりまあ普通にやっぱニューエラはよくあるけどさ、やっぱコラボとかの方がさ、被らんしいいじゃん人と。あと結構やっぱこだわりを持ってる方が作るものってすごいやっぱりいいから、なるべくなんか買うにしてもそういうのを買うようにしてるんだけど、あまりにも可愛いのがありすぎてどれを買うか迷ったから、ちょっとみんなにも意見聞きながら決めようかな。まあ何個か決めてるのよ、これか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 これみたいな決めてるんだけど、私さ結構持ってんのよ帽子。今さざっと持ってきたんやけどさ、ざっとざっとのニューエラ、ニューエラ、めちゃくちゃ王道のやつはこれじゃん。これ私も一番初めにニューエラ買った時はこれ買ったんよ。でもね、これで買ったの。ニューエラのいいところってやっぱ形がいいのと、つばが長いのと、ここが深いの。めっちゃいいんだけど、これもうダメなんよ。ここのね、粘着がもうないの。そう。まあヤンキースとかさ、なんかあんまりその辺は、それこそなんかここが好きとかないからあんまり見ないんですけど、あとはうん、これは紺色、これも好き結構。私結構黒ばっかり持ってたから、これ紺かわいいなと思って、ちょっと見にくい。可愛くない。これも結構やっぱ形が良くて、もうやっぱまあニューエラはもう安心感あるじゃん、大体肩が一緒だから。私ね、ここがパツってまっすぐなやつ似合わんのよ、こういうやつ、こういうやつわかる、似合わんじゃんほら。
これはね、ここがね開いてないんですよ。調節できないの。だから結構前髪が潰れるっていうのはあるけど、まあ好き。なんか青っぽい服とか紺色の服着たりとかそういう時に合わせて着る。これはそうで、なんかニューエラの他にいいのは、ね、いい帽子のメーカーはここバザールだっけ。これなんか韓国で多分流行ったよね。これも姉ちゃんどこ登ったん。そう、つばが深くて、つばが深くてじゃない、帽子が深くてつばが長いの。これ結構長いね。こんな感じでめっちゃ深くかぶる。これはこのメーカーは私ベージュも持ってるし黒も持ってるし、マジもほぼ持ってる。私帽子持ちすぎじゃん。これとこれ、これ黒、後ろについてる。これここについてる。これはもうほんまに形がめっちゃ綺麗、形が綺麗で、なんかそのレッスンの時とかにも合うし、普通に私服でこうがっつり決めてる時でもシンプルだからさ、そう何でも合うじゃん。これよくかぶる。でももう結構着すぎてさ若干色あせてきたから、ここめっちゃ丸める。私やと帽子っこ持ってない。でも男子ってかぶってるイメージあるけどね。私が男子だったら多分めっちゃかぶると思う。ニット帽とキャップめっちゃかぶると思う。あとこれだと、この種類はベージュ持ってる。でもベージュ意外とあんまり被ることがなくて、なんか結構被るかなと思ったんやけど、意外とあんまりなんか被ること少ないかも。なんでやろね。あ、今日眉毛サロン行ったから。綺麗。
子綺麗だね。こんなに帽子持ってんのにまだ帽子買うかって感じじゃん。でもやっぱね、帽子もファッションだからね、気分変わるんよ。そう、あとはシアターの帽子、これはこれはね、これは他のやつに比べると浅いかも。浅い、ここが。こういう感じ。シアターっていう私も好きなブランドでもね、これもここがあって、ここがなんかここがめっちゃしっかりしてんの、ここの針金が、ここがだからかぶってる感覚がこう簡単にこうずれなくていい。いい、で気のタオルか、まあでもそんな感じよ、コレクションみたいな。かわいいよね。でもこれコラボだ。でもね、なんだこれ、ライジブルだっけ、レイジブルだっけ、メンズ、メンズ、メンズのイメージある。このブランド、ハレとかそういう系よね、きれいめの多分メンズのレイジブルーだ。あるよね、パルコにのコラボか。シアターって結構コラボしてる。うん、あとニット帽もね、シアター。これは黒と白持ってる。ニット帽は前髪潰れるけどね。浅いニットキャップも欲しいよね。それこそこれちょっとさ深いじゃん。似合う。でも私帽子昔ほんまに似合わんくて、似合う似合わんっていうか、なんかその似合う帽子を見つけるまでに自分の頭に合う、そうにめっちゃ時間かかって、
そう、なんかあんま被らんかったんやけど、ようやくね、まあニューエラもまあニューエラって大体みんな合うじゃん、頭で見つけてみたいな。今でもまだニットキャップは緊張する、かぶるとき。あとはね、カープのニューエラのコラボ、ニューエラじゃないか、これはね、相澤選手27番、これはね逆にね柔らかいんだよね、とかあんまり被らないうん、ほらめっちゃ浅い、前髪が全部潰れる、ほらこれめっちゃ嫌だ、あんまり形好きくないけど、まあ野球観戦の時かぶるって感じ。うん、夏らしい涼しげな、夏らしい涼しげな、麦わら的な、あるよ麦わら、かぶったことないけど、まあ、最近めっちゃ好きなのはこれかな、マルディっていうブランドとニューエラのコラボ、これめっちゃ好き。ちょっとなんかシンプルな服の時でも黒にこうやって花柄入ってるからかわいい、コマルディっていう、本当はなんか M って書いてるやつが欲しかったんよ、めっちゃ可愛くてそう、 M って書いてるやつがあって、 M なんてもう指針じゃん、しかも私多分結構ねアルファベットの M ってめっちゃ好きなよね、アルファベットの中でも、うん、
どこだっけ。なんか今ね流行ってるの、ここのブランドの T シャツとか。だけど T シャツは逆にめっちゃ被るから、なんかメンバーでもいるから持ってる子が、だったらこういう帽子とかの方がいいなと思って、これはもう出た瞬間買った。あれどこ行った？キャップ。そう、ママヒナの芋もあるけど出てこない、なくなっちゃったかも。マヤミマリンズおすすめです。まあ、M だね完全に。まあ、でも自然とさやっぱ反応するくない？ M マヤンないわ、出てこん。ない、出てこなかった。そうそう、こんなやつこんなやつこんなやつ、もうガチで M みたいな、でなんか書いてるみたいな横に。こんな感じの、うん、これのなんかまあいろいろあったね、色が。でいいなと思ってたんやけど、売り切れだったからやめたんよ。これ今一番、これはめっちゃ頻繁に被るわけじゃないけどめっちゃ好き。
ナイキとこのノクタっていうブランドのコラボなんだけど、かわいいこれ。でもね、白ってねやっぱ汚れるからね、メイクとかしとるじゃん、こうやってしてもさ、なんかここについたりするの、だからそれが嫌で、逆に言ったらこうバチバチに決めてる時に被りたいけど汚れちゃうから、すっぴんの時だったら被れるけどみたいな、逆に。かわいいよね。でも私結構ね、白のやつ被ったらなんかちょっと少年っぽくなるんですよ。なんか少年っていうか、めっちゃちょっとガキンチョっぽく見えるから、マジ可愛くない？これは私これ買えなかったんだよ、抽選で買えなかったんですよ。そしたらある日突然届いて、え？みたいな、びっくりするじゃん。私これ待機して買おうとしてたんだよ、でも買えなかった、もう諦めとった。ある日突然届いたんですよ、プレゼントボックスに。えっと思う。そう、これ何が可愛いか言っていい？ここがねめっちゃ可愛いの、見て、ここにナイキとこのヌクタのロゴが入ってんのがマジで可愛い。可愛くない？はい、可愛い。なんかやっぱこういうところも、些細なところまでこだわってくれてありがとうって感じ。本当に制作者さん、制作者さんカウスハムリーダーって感じ。わかるでしょ、なんかこうやっぱちょっとのこうところでこだわりが見えた瞬間マジでテンション上がるから。もう見えないじゃん、そんな、正直そんなとこまでチーって見ないじゃん。だけどなんかいいよね。うん、かわいい、マジで。なんでここをこう、ここをねこう穴開けようとしたんだろうって感じよね、ここ。ここね、すごい本当に。天才。天才。ちょっと私のさ麦わら帽子持ってこいか。